小島秀夫8月24日隊は、日本のゲームクリエイター、実業家、小島プロダクション代表、コナミデジタルエンタテインメント執行役員副社長、エグゼクティブコンテンツオフィサーを歴任。開発チーム、小島プロダクションの監督を務めていたが、2015年12月15日付で、コナミを退社。小島の退社後も多くのメンバーはコナミに残っているが、一部の、 スタッフは、小島と共に退社し、小島の会社に移籍している。小ミ時代は、小島プロダクションの、小島が、漢字表記。新会社は、小島プロダクションで、すべてカタカナ表記。東京都世田谷区に生まれ、父親の仕事の都合で、神奈川県茅ヶ崎市、3歳からは、大阪府茨城市、兵庫県川西市に移り住んだ。 製薬会社の薬剤師だった父は大の映画好きで、幼い頃から家のテレビでは映画が毎日流れていた。父の影響により小説や映画をたしなむようになり、小学生の頃に刑事コロンボのノベライズに熱中し、以後ミステリー小説、SF、冒険小説などを愛読するようになる。小学5年生で一人映画館に通うようになり、 将来の夢に作家を意識するようになる。自ら漫画や小説を書くことも始めた。映画監督か小説家を志中学から高校まで友人と自主映画の制作を行っていた。そのため、芸術大学への進学を希望していたが、すでに父親が死去していた家庭の事情により断念。普通大学の経済学部に進学する。経済学部に進学したが、 金融機関への就職を目指す友人らと話が合わず、一人で過ごすことも多かった。任天堂のファミリーコンピュータが大流行した時代、スーパーマリオブラザーズに出会ったことをきっかけに、ゲームというプラットフォームの未来に可能性を感じ、ゲーム制作者を志すようになる。大学3年の時にアーケードゲームに傾倒し、当時、ER カンフーなど風変わりなゲームを出していたコナミに、 興味を持ち、1986年に、同社の神戸オフィスに入社した。入社後、MSX の部門に配属されたが、小島は、ファミコンのソフトが作りたいという思いがあったために、会社を辞めようと考えていた時期があった。さらにファミコンより制約が多い、MSX でいかに、アイディアと、センスで勝てるか苦悩の日々が続いた。 その制約の中で生まれたのが1987年に発売された m s x に用ソフトメタルギアであった。当時、アーケードゲームで人気のあった戦争ゲームを作ってみろと言われたが、多くの弾丸やキャラクターを表示させることは MSX の性能では不十分であり、小島自身もそのようなものは作りたくなかった。そこで、 弾や敵をあまり出させずに敵地にこっそりと潜入して進んでいくという逆転的な発想をコンセプトにしたゲームであった。この斬新性とストーリーの完成度の高さから MSX のソフトとして大きな成功を収めた。1988年にアドベンチャーゲームであるスナッチャーが発売された。小島の作品の特徴となる ゲームに映画のような手法を取り入れた初めての作品となった。1990年にはメタルギアの続編にあたるメタルギアにソリッドスネークが発売された。コナミ最後の MSX に向けのソフトでありメタルギアシリーズは一旦ここで集結した。1994年にはスナッチャーで使われていた映画的手法をさらに発展させたポリスノーツが発売され、 高い評価を得る。1995年に、コナミの分社化に伴いコナミコンピュータエンタテインメント、大阪の開発第5部の部長になり、翌年に開発第5部が、コナミコンピュータエンタテインメントジャパンとして独立、東京に開発拠点を置いた。1998年には、メタルギアシリーズの復興として、プレイステーションの能力を活かして制作された。 メタルギアソリッドが発売された。メタルギアソリッドは、旧来のメタルギアのプレイヤーのみならず新たな層も開拓し、さらにアメリカ合衆国では日本でのセールスを大きく上回りダブルミリオンを達成するほどの人気が出ており、全世界で約660万本を売り上げる大ヒットとなった。2001年にはロボットアクションゲームであるゾーン・オブ・ザ・エンダーズ ZOE と メタルギアソリッドの続編であるメタルギアソリッド2をリリースしたメタルギアソリッドに及び前作のヒットを受けて2001年12月24日発売のアメリカのニューズウィーク誌で未来を切り開く10人に日本人として唯一選ばれた2004年にはメタルギアソリッド3をリリース G4 イテック TV 主催 G フォリア特別功労賞を受賞した 2005年4月に、コナミの再編により、コナミコンピュータエンターテインメントジャパンがコナミに、吸収合併され、同年5月に、自身の開発チームである、コジマプロダクションが発足した。同年12月19日、コジマプロダクションの公式サイト内のブログ、ヒデオブログ内で、ネットラジオ、ヒデちゃんを、配信開始。同月28日から、 ヒデちゃん、ラジオへと移行した。小島プロスタッフや、メタルギアソリッドシリーズゆかりの声優などを、招きトークを展開、パーソナリティとしての側面も見せる。2006年に、コナミが、持ち株会社へ移行。それに伴い、新設市会社である、コナミデジタルエンタテインメントに移籍、同時に執行役員クリエイティブオフィサーに就任する。同年の10月23日に、 全米プロデューサー組合が決める、世界で、最も革新的なプロデューサー、クリエイター50人の一人に選出された。2008年6月、PS3 専用ゲームソフトとして、メタルギアソリッド4を、全世界同時発売。2009年3月、GDC2009 に招かれ、ソリッドゲームデザイン、不可能を可能にすると題した、貴重講演を行う。 同公演の中で、ミッション、ザ・ネクスト・ MGS の文字と共に、刀を持った男が描かれたロゴを発表し、新しいミッション、ザ・ネクスト・ MGS に挑みたいというコメントを残す。2009年4月、コナミデジタルエンタテインメントの専務執行役員に就任。2009年6月2日3日、E32009 において、メタルギアシリーズの新作として、 Xbox 360 PS3 PC 向けに、メタルギアライジングリベンジェンス、PSP 向けに、メタルギア、ソリッドピースウォーカー、アーケード向けに、メタル。ギアアーケードの3作品を制作すること。また、PS3、Xbox 360向けアクションゲーム、キャッスルバニア、ローズオブシャドウマイナスを、小島プロダクションがプロデュースすることをそれぞれ発表した。 小島秀夫 e さん2 0 1 0 2 0 1 1年4月、コナミデジタルエンタテインメントの執行役員副社長に承認した。その後、上席執行役員を経て、2014年7月7日より、エグゼクティブコンテンツオフィサーに就任。2010年4月24日、メタルギア、ソリッドピースウォーカーを発売。2011年7月、長年、須田剛一と温めていた。 スナッチャーの続編を自身のラジオ番組の記念企画、スダ 51S スタチュールとして発表。2011年10月、南カリフォルニア大学映画芸術学部にて特別講習を行う。映画芸術学部は、スティーブン・スピルバーグが名誉教授を務めることでも知られ、これまでにジョージ・ルーカスなど著名な映画監督を送り出している。募集には、 定員の200人を大きく上回る希望者が殺到し、当日も立ち見が出るほどの盛況ぶりであった。2012年8月30日、メタルギアシリーズ生誕25周年を記念して、メタルギア25スアニバーサリーパーティーを開催。ここで満を持たして、メタルギアソリッドの実写映画化を発表、アビア・ラッドがプロデュースを行い、制作は、同志が率いる制作会社、 アラッドプロダクションズとコロンビア映画が担当し、ベイソニーピクチャーズエンタテインメントが制作、配給が決定した。また、新たな遊びへの挑戦として、グリーと共同制作するソーシャルコンテンツ、メタルギアソリッドソーシャルオープスを発表。そして、現在開発中のゲームエンジン、フォックスエンジンの実機によるメタルギアのデモンストレーションを世界で初めて公開。 さらにナンバリングタイトルとして、メタルギアソリッド、V グラウンドゼロズのトレーラーが公開された。2012年9月27日、イギリスを訪れイギリス有数のコンシューマーゲーム賞、ユーロゲーマーエキスポ2012に、特別レクチャーとして招待される。会場には、定員の倍、1000人を超える希望者が列を作ったほか、 立ち見が出る盛況で、メタルギアシリーズをはじめとする自らのゲーム制作について語った。翌28日は、イギリスの映画、テレビ、ビデオゲーム業界をリードする人々がメンバーとなって、構成する権威ある団体、バフタが開催する、アニュアルゲームスレクチャー2012で、ビデオゲーム業界に多大な功績を与えた人物ということで講師として招待された。そこで、 ゲーム制作におけるアイデアの創出、ストーリーとゲームデザインの構築などに関する質問に、自らの人生を振り返り、経験談を交えながら丁寧に回答した。同年12月にスパイクビデオゲームアワーズで、モービーディックスタジオなる謎のゲーム制作団体が、ザ・ファントム・ペインという新作タイトルのトレーラーを、電撃に公開。だが、 このトレーラーの中で様々な点がメタルギアと類似していたことからメタルギアの新作なのではという疑問が起き多くの人やゲームサイトがトレーラーの検証を行った2013年2月21日メタルギアライジングリベンジェンスを発売メタルギアを次の世代に託すことも兼ね自身は監督せずエグゼクティブプロデューサーとして参加 2013年3月28日にアメリカで行われた世界最大級のゲーム開発社会議ゲームデベロッパーズコンファレンス2013にて公開されたトレーラーでグラウンドゼロズとザ・ファントム・ペインが同作品であることが判明ここで正式にナンバリングタイトルメタルギア・ソリッド V ザ・ファントム・ペインとして発表されたこのような発表は ゲーム業界などを盛り上げるための一連のイベントとして、自身の遊び心から考えた発表法であった。2014年3月20日、メタルギア、ソリッドグラウンドゼロズ発売。2014年8月14日に、小島プロダクション生誕発である、ホラーゲームの PT が、プレイステーションネットワークにて配信された。2014年10月24日、 ゴールデンジョイスティックアワードにて、生涯功労賞を受賞。2015年3月、社内の制作体制変更により、小島プロダクションが消滅し、同じタイミングで、小島自身も執行役、部長職から外されている。日本経済新聞によると、小島プロダクションは第8制作部に再編されたが、部員は、社内でインターネット環境から切り離され、 小島も情報発信を止められた、幽閉状態にあると報じられた。3月18日からツイッターにて、ツイートが行われなくなっているが4月15日からは、ツイートが再開されている。2015年9月2日、メタルギアソリッド V、ザ・ファントム・ペイン発売。12月3日、プレイステーション・アワーズ2015が開催され、いずれもメタルギアソリッド V、 ザ・ファントム・ペインが入賞したが、小島は受賞式に出席しなかった。ザ・ゲームアワーズ2015司会のジェフ・キーリーは、小島は出席を望んでいたが、出席は雇用契約上認められていないというコナミの弁護士の通告があったことを明らかにした。その上で、ヒデオのようなアーティストがここに来て、仲間や同輩と祝うことは許されないだろうと私には、 考えられないのですとコナミを批判した。12月15日付でコナミデジタルエンタテインメントを退社。新会社を設立してゲーム開発を続けると報じられた。12月16日新会社コジマプロダクションを設立。2016年1月全米インタラクティブ芸術科学学会から t i c e Hours 2016にてホールオブフェームに認定される。 また、最新のテクノロジーを探求するため、マーク・サーニーと共に、世界中の開発スタジオを訪問する。2016年6月 E32016 において、新作であり、小島プロダクション発作品となる、デス・ストランディングを発表。主演は、ノーマン・リーダース。12月1日、ザ・ゲーム・アワーズ2016にて、インダストリーアイコンを受賞。 2019年10月イベントでロシアを訪れた際、国営モスクワ地下鉄から自身の似顔絵が描かれた限定定期券が発行される。11月8日、デスストランディング発売。2020年、英国映画テレビ芸術アカデミーから英国アカデミー賞のフェローシップ賞を授与された。ゲームジャンルとしては、アクションゲームやアドベンチャーゲームが好きだが、いわゆる、 ファーストパーソンシューティングゲームは好きではなく、画面にキャラクターが映る3認証視点のゲーム、サードパーソンシューティングゲームが好みとのこと。また開発の際には、自分が遊びたい、ゲームを作ることにこだわっていると、インタビューで語っている。自身の仕事はゲームだからできると発言している。映画や小説をやりたかったが、そうなると完成させる自信はない。再現なく、 改良を加え続けると思う。ゲームはプレイヤーが介入して初めて完成するインタラクティブなもの。こだわっても仕方がない部分があると語っている。メタルギアシリーズのソリッドスネークはキャラクター性を持たせないように作っていたと語っている。MGS でキャラクター性がついてしまったので MGS に出デ電を新しい主人公にしてスネークを 客観的に見られるようにしたと発言している。常にゲームの未来を見据え不可能を可能にするゲームデザインをもって新境地に挑戦し続けている。メタルギアシリーズでは反戦、反核というテーマがどの作品でも根底に流れている。MGS では人というテーマのもと優れた遺伝子が戦略物資となり遺伝子によって個人を識別する。 殺人ウイルスという設定が生まれた。MGS2 では、ミームというテーマのもと、遺伝子によって受け継がれない文化的な情報の相対ということを軸に、人間が紡いできた物語が、自意識を得て、人間を制御するという SF 的アクロバットを展開し、それでも、人が、自らの意志で伝えなければいけないというメッセージを、残した。MGS3 では、 シーンというテーマのもと、伝えるべき文化や規範が、時代によって変化すること。MGS4 では、センスというテーマの下、時代に左右されない、遺伝子でもミームでも伝えることのできないセンスがテーマとなった。MGSPW では、ピースというテーマの下、従来の核抑止論に挑戦する AI による核報復や、今まで意むべき存在として描かれた、メタルギアと、 核を敵への抑止力として、プレイヤーが保有しなければならない、平和のありようを描いた。そして、MGSV のテーマは、なぜ平和を守っていくことができないのかということの、根底にある、レースと、報復等の深い闇の部分を描いている。自身の作品に関しては、他のスタジオに一部制作を丸投げする分業や、外注を行わない方針である。それは、自分の意志を、 作品の隅々まで浸透させるためであり、制作の効率化、迅速な先端技術の導入を可能にしている。小島は、ツイッター上で、MGS は、僕が生み出したものであるが、僕の持ち物ではない。だからどういう形であれ、ファンがいる限り、MGS は作られる。僕が業界を去ろうが、この世を去ろうが、他の人気定番シリーズと同じように、と述べており、 自分が関係せずともシリーズは制作され続けるだろうと語っている。小島が一切関わらなかったメタルギアサバイブについては TGS2016 のソニーブースで行われた新作デスストランディングのステージで本作は小島のアイディアなのかと問われた際全然関係ないですよ。全く知りません。僕の中でメタルというのはポリティカルフィクションであり エスピオナージものなので、ゾンビなんか出るわけないじゃないですかと返答している。この対談では、ゾンビと表現しているが、公式では出現する敵クリーチャーをゾンビとは一切、表現していない。僕の70%は、映画でできていると語り、大の映画好き、小説好きである。これらの造形が深い。有形音楽も好む。東京世田谷生まれだが、北節弁を話す。 メタルギアシリーズの正当続編を出すたびに、これでストーリーは完結、次は作らないと幾度も発言している。メタルギアソリッド4を私が監督、プロデュースする最後の MGS という発表をし、発売後はメタルギアシリーズを次世代のクリエイターに託すことを宣伝した。しかし E32009 で発表された最新作2作のうち、 PSP 向けに開発されているというメタルギア、ソリッドピースウォーカーについては、小島自身が再び監督すると公言し、公式ページにも明記していた。飛行機の中で眠れない体質。そのため、飛行機での長距離移動の際は、読書や機内放送の映画を見て、時間を潰している。MGS4 の制作の際、音響の一部をジョージ・ルーカスが担当する。 スカイウォーカーランチに依頼した。3日しか期限がなかったが、普通に終わらせたくなかったため、2日目に書き換えを含めたリテイクを出しまくり、音響担当のクリストファー・ボイズを驚かせたものの、予定通りに取り終えた。幼き頃からの夢は、未開の領域や誰も体験したことのない世界を目指す宇宙飛行士であった。夢に対する定義として、 夢を叶えてしまってはモチベーションが下がってしまう。そのため、より大きな夢を持つことで、そこまでの到達過程の中でモチベーションを保ち続け、成長を続けていくことが大切であるという。好物はカルピスで、コナミ在籍時代に、柴田アミがドキバグの取材に来た際に二度贈答用として使われている、フルーツカルピス詰め合わせを柴田に奪われている。既婚者で、 息子がいる。息子用にゲームボーイやドバンスを購入していたが、自分で逆転裁判をプレイしていたことがある。独立秘話として銀行からお金を借りる際、はじめは会社としての実績がまだないためお金を借りることができなかったが、後日銀行の幹部がファンであったため、融資の許可が降りた。また、現在小島プロダクションが入居しているビルに関しても、 一流企業しか入れない入居審査があったため、本来、インディーズ企業は入ることができないが、ビルのオーナー幹部がファンであったため、入居の許可が下りた。他にもゲームエンジンを決める際、オランダのゲリラゲームズを訪れた時、ハーマン・ハルストから共同でゲームエンジンを仕上げないかという提案を受け、契約を交わす前にゲームエンジンのソースコードを、 渡されたことには驚いたという。これらの出来事を後日、様々なつながりがあったからこそ、ここまで来れたと感謝を述べている。ツイッターのフォロワー数が最も多いゲームディレクター、インスタグラムのフォロワー数が最も多いゲームディレクターとして、ギネス世界記録に認定された。ゲーム業界、広告業界に、信仰のある人物が、複数いる。桜井正弘とは、幾度か、 ラジオ共演しており、小島本人の希望により、大乱闘スマッシュブラザーズ X には、ソリッドスネークが、ゲスト出演したと、小島自身は冗談めかして語っている。須田剛一とは洋楽について、深い造形を見せたトークを交えている。須田を介して知り合った、シクラチ丸マルと須田の3人で、アドベンチャーゲームの開発を目論んでいるが、実現していない。特に、 矢野賢治とは、お互いに、喫水の映画好きであり、角川時代から長年にわたって、自身のブログ、ヒディオブログから発展した、ポッドキャスト、ヒデちゃん、ラジオにおいて映画について、深い、語り合いを行った。また同ラジオにおいて、自らが、ゲームクリエイターとなるきっかけとなった作品に、スーパーマリオブラザーズと、ポートピア連続殺人事件を挙げ、宮本茂と、 堀井雄二を、師匠、目標として尊敬する胸を、たびたび公言している。また、宮本のみ、彼を、公の場で共演する際にも呼び捨てにしている様子が、見られる。その後、小島プロダクション公式ホームページで視聴できる自身が、出演している、情報番組、小島ステーションを、毎週配信。アイドルグループであるカトゥーンの中丸雄一は、 メタルギアシリーズのファンでそれを公言している。そのためか、誕生日に、ラジオで、スネークやミラーから、お祝いメッセージを送り、ファミ通では対談、コンサートにも招待される。また、星野源、三浦大地もたびたび会食やスタジオを訪れるなど、音楽業界での信仰も深い。ハリウッドの有名監督たちとの交友があり、JJ エブラムスからは、 毎年メッセージカードが送られたり、2014年の E3 で発表された MGSV に関するトレーラーには映画プロデューサーのアビ・アラッド、映画監督のギレル・モデルトロ、俳優のキーファー・サザーランド他海外の著名人から数多くのコメントが寄せられている。ギレル・モデルトロと共同でサイレントヒル最新作を開発していたが、2014年にプロトタイプにあたる。 PT をリリース後は音沙汰がなく、その後の2015年の事業改編と小島の役員降格のため開発中止となった。ニコラス・ウィンディング・レフンとはお互いに古くからの友人であったような感覚を覚えるほど意気統合している。ありがとうございます。